ヘルザは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属する町村である。ヘルザは、その中核地区が、カッセル中心部の南東約15キロメートルの、マイスナーカウフンガー、バルト自然公園内に位置している。東のカウフン源の森と西のゼーレー山地との間に位置しており、小川のベーデマン川がロッセ川に注ぐ合流点に面している。ヘルザは、北は、 市町村に属さないグーツ別力カウフンガーバルト、東はグロースアルメローで、南はヘッシシュリヒテナウ、西はゼイレバルト及びカウフンゲンと境を接している。自治体としてのヘルザはエッシェンストルート、ヘルザ、ザンクトティリーン、ビッケンドーでの各地区から構成される。ヘルザはおそらく1017年にカウフンゲン修道院の創設とともに、公費、 国軍でによって建設された。1353年に初めて文献にその名が明記された。1432年には初めて司祭が任命されている。ヘッセンカッセル・ホーハクカールは1699年に55人のヨグノーハ信者を定住させた。ヘルザとビッケンローでは1970年に自由意志によって合併し、 自治体ヘルザイコールビッケンローデが成立した。1972年にエッシェンストルートとザンクトッティリーンがこれに加わり、現在の自治体ヘルザが成立した。ヘルザの町議会は25議席から構成される。ズンガラ、向かって、右3分の1側部は青字で分割線から、銀のトネリコの木。向かって、左3分の2は赤字で、 銀のガラス製品の上に青い鶏が描かれた鐘。この紋章には各地区の象徴が描かれている。トネリコの木はエッシェンストルート、鐘はヘルザ、ガリア風の鶏はザンクト・オッティリーンに定住したユグノー派の入植者、ガラス製品はビッケンローでのガラス産業を象徴している。見どころとしてはヘルザ地区中心部の木組建築がある。 その一部は17世紀に建てられたものである。ヘルザ近郊の背景口としては、いずれも町から西に数キロメートルのカウフンゲンの森に、あるミヒエルスコップフ山のミヒエルスコップフ湖や、ビールシュタイン山のビールシュタイン教会がある。これらは、マイスナーカウフンガー、バルト自然公園に属する。ヘルザの古い中心部には、かつての穀物水車がある。 この水車は1988年に修復、拡張され、現在は水力発電用として用いられている。2010年6月24日、エッシェンストルート地区に音楽と映画の博物館が設けられた。200平方メートルの展示スペースには、機械仕掛けの楽器、1950年代から1970年代の音楽設備、カッセルの映画100年史といったテーマで展示されている。 ありがとうございます。